き屋見てください。お肉屋さんの焼肉本田、これお肉屋さんのというぐらいですから、こだわりのお肉がありそうですよね。こんにちは、はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こちら、はい、お肉屋さんのとありましたが、はい、僕の実家が古くから精肉店を営んでまして、そこからお肉を仕入れて焼肉店をやっているということです。どうしてじゃあこの広島で焼肉屋さんをということになったんですか？僕が高校時代サンフレッチェ広島のユースに所属を、広島に思いもありますし、僕が1年生の時の3年生に森崎ツインズの先輩にいて、一緒に生活もしていて、広島で焼肉屋出してよという声も以前からいただいてたので、もう決意して移転をしてきた。本田さんのことって覚えてらっしゃいますか？覚えてます。はい、僕は3年生の時の1年生なんで、まあ可愛い後輩で、どっちかというとおとなしいタイプの選手でしたね。多分ドリブルが得意だったと思いますね。はい。実際お店には何度か僕は行ったことないんですけど、ただ彼のそのお肉屋さんのお肉は送ってもらったことがあって、やっぱりすごい美味しかったです。はい。お肉を切る目を気をつけろっていうふうなことはいつも、ね、はい、繊維の方向ですね。どのお肉にもやっぱり筋がこう入っていて、目を断ち切るように切るのがお肉の切り方の基本。噛んだ時にもこの方向にしか割れないんですけど、これを断ち切るように切ればどっから噛んでも噛み切れやすいんで、柔らかい食感を、それを見極める、ある意味本当この目が必要なんですね。そうですね、はい、目には目をそうですね、ねえねえ、はい。希少部位の三種盛りというのをご用意しております。貝のみと言われる部位なんですが、中バラと言われるところに位置する部位で、笹バラ、カルビの一つなんですけど、座布団、部位としては肩ロースから取れる。もみだれにつけて盛り付けます。醤油ベースなんですが、お酒とかみりんとか、お砂糖も入ってまして、あと口当たりをこうまろやかにするために、こうリンゴとかレモンとかそういったものも入れて煮込んで、食べる順番どれからがいいとかありますか？一番油がサラッとしてる笹バラからいっていただいて、ちょっと肉肉しい食感の部位なので、次に貝の身、最後に一番油の味が濃い座布団を、赤身のこのお肉の美味しさっていうのもあるんですけど、でも柔らかい、比較的さっぱりいただける。はい、赤身のお肉っていう、はい、こう噛んだ時のお肉の弾力とか食感、はい、香りも含めてお肉感をより感じられますね。はい、綺麗をイメージしてもらえると分かりやすい。油の味が濃いので、タレじゃなくて塩とわさびで油の味を感じて召し上がっていただけたらと。お肉の、はい、でも上品な油が今口の中に回っております。くどくなりすぎない、でもこの美味しさというか、はい、旨味は十分詰まってるっていう。私個人的にはこの笹バラがすごく美味しかったです。はい、赤身のお肉もいただいてるような、しっかりお肉をいただいたという感覚もありながら、程よくまあ油もあって、はい、美味しいですね。
梅しそタン塩。鶏の軟骨と梅をあえた、お肉だけよりはちょっといろんな口の中で食感がある方がまたちょっとこう違ったタンの食べ方と感じていただけるんじゃないかな。僕は行ったことなく、多分数はあるんじゃないですかね。はい、皆さんぜひ行ってみてください。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい。